富士川の流域で水や川底の泥を調査するため、静岡県と山梨県が覚書を交わしました。今日は山梨県の長崎知事が静岡県庁を訪れ、川勝知事と富士川の水環境の保全に向けた覚書にサインしました。富士川水系では採石業者の日系工業が高分子凝集剤という排水処理に使われる薬剤が入った汚泥を長年にわたって不法投棄し、生態系に深刻な影響が及ぶと専門家が指摘しています。第一歩としてですね、まずはこの、現状を、しっかりと、科学的に把握すると、分かりやすい形で公表しながらですね、進めていきたいと。静岡、山梨の両県は明日から水や堆積物に有害物質が含まれていないかなどを調べる予定です。